ご自分にとってのダンスを踊るということについて教えてください。はい、ダンスを踊るということですね。はい、うんと、もともとずっとやっぱダンスができなかった時期があるんですよね、僕の場合は。サラリーマン、飲食店をしてたので、その時やっぱダンスがしたいとずっと思ったけど、なんか自然と仕事が忙しくてやめちゃってで、その気持ちもなくなっていて。 という会見があるのでそれがあるからこそこうやっぱり今、えー、と踊って仕事ができるということはすごく幸せに感じるんですよね。まあ、先ほど言ったような、まあ、日常である結構当たり前の今は生活なんですけどダンスで例えば食べていくとプロのダンサーとして、ね、ニューヨークで生きているっていうのが結構自然なんですけどなんかそれはすでに常にこう感じることが できる。それはやっぱり昔ダンスができなかった時期があったりしたので、それがこう、まあ、ダンスが踊るということを、まあ、自然ではあるんですけど、まあそのできなかった時期があるがゆえにすごく幸せに感じることができるっていうのも同時にあるので、だから、えっ、ー、と、例えばこの時期にね、例えばダンスでもアーティストは特にですけど、ニューヨークに居続ける理由っていうところで、えー、と日本に帰ってしまったりとか、 えっと、まあ、経済的に不安定になると、こう、治安もね、あんまり良くなかったりするので、結構それで心配で帰る人もいるんですけど、僕はやっぱりこの場所、ニューヨークという場所で、そのダンスだったりとか、自分を変えてくれたこの場所でもっといろいろ発信したいと思って、今4ヶ月残っているところです。だからそれにはダンスっていうのはもちろん、 あってそれ以外の自分というものももちろんあってというところでの、まあ、1ついい、まあ、食住ともう1個の、まあ、踊るという字でもしかしたら表現できるのかもしれないんですけどその4つのカテゴリーの1つに自然に入っているというような感覚ですかね。ニューヨークはどの地区に今住んでいるのはマンハッタンです。うん、はい あだからマンハッタンの映像が多いですね。あそうですね、はい、あのライブしてるときは、うん、やっぱり他の地区だとね、まあ、普通の住宅地とかなんで、まあ、皆さんが知ってるようなマンハッタンの場所、まあ、これも今、ニューヨークの地下鉄の T シャツなんですけどね、そういったところを配信するようにしてます。うん、あ地下鉄の T シャツ、面白いですね、それ。地下鉄 T シャツ、そうですね、うん、結構複雑なんで。 うん、一度、ニューヨークの地下鉄に乗ってて、土曜日に走ってたら、走ってたらじゃなくて止、待、はいうん、ってたんですよ、そしたら向こう側の,あの通り過ぎる列車が、そこは今日は止まらないよって、何にも印がないのに <laughs>、行って通り過ぎて<ー>、そんなこともきなりましたね <laughs> そうローカルがね、普通電車が急行に、えー、変わっちゃったり、しかもノーアナウンスなしでとかは、よくありますよね。ですよね そうなんですよでもすごいこう、あのー、見てるだけで通りを通ってるだけでドラマですよね、はい、んそうですよねやっぱり映画とかでもよく登場する場所もあったりとかだから本当に結構もう歩くる歩きやすい五番の目にはなってるんですけど何か何キロか歩いて,てもあんまり疲れる感覚がないやっぱりこう見てるだけで本当に楽しかったりとか。 飽きないだから後から結構疲れがぐるっとくるような感じですねはい私ニューヨークを歩いててあのもうそこら中の人に声かけるんですよそうするともう本当にねあの親しみ深く話しかけてくれるんでで、はい、私が話しかけなくても向こうからもこう、うん、こんな感じで <laughs> あの写真撮ってたりするとねこうやって答えてくれるんですごい楽しかったですね 確かにまあそこにでこう生活しておられるのが、なんかすごい、勢いがある方だなと思いました。<laughs> ありがとうご自分にとってのダンスとははい、自分にとってのダンスとはですね、なんでしょうねこう重、重複してしまうかもしれないんですが、本当に。 何なんでしょうねっていう。まあ、好きで始めたっていうか、本当にただただ、特にですけど、大学生の時、始めた先ほどの衝撃、衝動で、やっぱりこう、自分の体が変わっていく感覚って、すごくこう、言葉に言い表せない喜びがあると思うんですよ。まあ、筋トレとかでもね、どんどん体がどんどん自分の努力によって変わっていく感覚って、やっぱすごくこう、なんか、 嬉しいわけじゃないですか。すごいシンプルに言うと。でもちろんダンスもあって、できなかった動きが一個できるようになっていく、その過程がやっぱりすごく、まあ、魅力的な身体表現だと思ってるんですけど、だからそのダンスが今、その感覚かっていうとまたちょっと違う感覚なんですけど、まあ、僕は決して得意じゃないと思いますし、かといって別に苦手でもない、まあまあ、ダンスというものが 別に才能があるわけじゃないし、身長も別に普通だし、169センチだし、というところで、なんかこの普通に、なんか、もともとダンスと僕は、ただただ普通の、なんていうんですかね、何も関係性はなかったわけなんですけど、そこで出会って、で、自分が夢中になっていく中で、ダンスとどんどん密度な関係になっていくわけじゃないですか。で、それが少しずつダンスの比重が自分が大きくなっていって、えー、今、 ダンサーとして活動できているというところでは、なんかその、と友達みたいな、<laughs> えっと、自分が何にもない、何にも関係性もなかった、才能すら何もなかった自分が楽しく、ただただ自分の体を買っていくことが楽しく続けてきた結果、何かこういった形ができたという意味では、うーんと、 自分がどうっていうよりも、これを見た人たちが、そういうことが可能なんだと。えっと、本当に例えばダンスでも、あのお、音痴、カラオケでも音痴とかがね、いたり、音が拾えなかったりとか、どうしてもね、練習してもそれっているんですよ。やっぱダンスもたまにあって、どうしてもリズム取れなかったりとか、あるんですけど、まあ、基本的にそんなにないわけじゃないですか。だからある程度努力すればある程度できる。というところの、僕は関係性だと思って、 でるのでそれがたまたまま僕はダンスだっただからダンスと自分というところではこの2人の関係性2人っていうか、まあ、2つの関係性を誰かが見た時に、まあ、自分でもできるというところを、まあ、感じてもらえる一つの僕たちダンスと僕みたいな感じの関係性ちょっとよく分からないですけどね、うん、でもそれはすごくいすなんかすごい今ドラマを感じながら伺ってました あ、そうですか。うん、はい。ちょっとまとまってないんですけど。いや、でも大丈夫です。あ、うん、すごいいいな。そう思いますね。やっぱり自分が変わっていく過程とか、やっぱ好きでどんどん先輩の真似して、ダンスの、ね、ビデオの真似して、できていく過程が、やっぱりすごく、まあ、同じこと言ってますけど、すごく楽しくて。 元々そういったものを僕は元々持ってなかった。大学まで、えっと、好きなことがあったんですけども、バスケットとか、でもレギュラーにもなれなかったし、ベンチ入りもできなくて、で、あの、上、アリーナ席っていうんですか、同じ学年の友達を応援してるような、えっと、まあ、応援団みたいな、ね、感じだったんで、だから、舞台に立った時とかも、初めてみんなと踊った時っていうの感覚は、初めてだったんですよ、大学1年生の時に。 みんなで一つの舞台で踊るってことはみんなでスタメンなわけじゃないですか。ね、球技で行ったら。5人の中でバスケットだったら入るサッカーだったら、11人の中に入ってみんなで踊るっていうその感覚がすごく僕は嬉しくて、で今は一人で踊ることが多いんですけど、一、まあ、人でスタ,スターティングメンバーなわけじゃないですか。だからこの感じ、舞台に立った時が自分しか見てない、お客さんは自分にしか見られてないというところ、 っていうのは、はい、今でも、ダンスとの関係性というか、すごく、うん、ありえない状況なのかなって <laughs> 思ってます。ありえない状況だって思えるぐらい、今でも、感激っていうか、感動しておられる。うん、<laughs> 一人でやってるのは結構そういう理由があるのかもしれないですね。なんか、もちろん、 何人かでやって、お客さんの拍手もらって、ブラボーとかね、アメリカだったらやっぱ言われるじゃないですか、結構スタンディングオベーションも結構あったり、わかりやすい表現してもらってるんですけど、まあ二人以上いたら、どっちかに、もう当然分散、もしくは二人に同時に送っているというその拍手。っていうのが一人だと、もう全部浴びるわけじゃないですか。これって結構な、まあ何百人いたらその拍手が全部自分に送られる感覚って、うん、まあ結構一度体感したら、 それをこうやめるののが難しいといとうなななんかか感覚なのかなってて、あのー、思ってますなるほどそういうお話を私聞くと、はい、自分ではた体験できないその方の位置だから感じられることをこうやって聞けるじゃないですかそうするためにすごい嬉しいんですけど、はい、今も初めてそういうお話伺ってなんか。 自分にはすごく新鮮で多分このビデオを見てくださる方にもすごい新鮮だと思うんですよね。自分が感じられない世界、うん、そこに立ってる人はあのどういうふうに私たちの反応を感じてるんだろうみたいなところを今伺えてすごい <laughs> 嬉しかったですあ。ありがとうございます。うん、まあ, <laughs> ありがととうごございます自分にとっての ダンスで表現するということについて教えてください。え、ダンスで表現するということですね。うーん。いや、ダンス表現するっていうのは多分僕の感覚だと、えー、っとこんな感じでお話ししている感覚なんじゃないかなっていうふうに思ってます。だから、まあ、コミュニケーションじゃないですか。表現、身体表現ですから。 だから自分でそのタイプを見極めることがすごく大事かなって思ってます。だから自分が踊るとき何を伝えたいかということをやっぱり自分で持ってないと、まあ、ゴールも見えないし伝えたいことも伝わらないと思ってるんで結構それを僕やっぱりダンスとパフォーマンスの違いなだなっていうふうに思っててただただダンサーであれば鏡の前で一人で踊っててもいいわけじゃないですか。 でもそれをダンス、パフォーマンス、まあ未ですよね。魅了という感じで表されると思うんですけど、パフォーマンスというところであれば、どういうふうに見せたいのかというところがやっぱり、えー、特にアメリカは小ビジネスというところでは、ね、多分日本よりは少しこう、盛んな国だと思うので、それを結構アメリカに来たらより意識しました。 鏡の前で練習して上手くなったその感覚っていうのはもちろん大好きです。ですけども、それ以上にお客さんとのコミュニケーション、どういうふうに思ってもらいたいかというところを意識したときに、またこう伝わる感覚が違う。というところでは、ダンスっていうのが僕にとっては皆さんの会話と同じですね。え、キャッチボールなのかなというふうに思ってます。 なるほどでも例えばどういうふうなあのことを表現したい、具体的に何かありますかはい、えっと例えば僕が最初やったモダンダンスとか、えー、創作ダンスというものは最初にテーマを決めて何分間か作るっていうのがまあ通常なんですけどもちろん動きからこのテーマを伝えたいっていうこともありますけれども最初にテーマありきなんですよね。まあ 例えば授業でやるものだったら、例えば花がとか、愛を表現とか、ね、命を表現とか、もしかしたらやった人もいるかもしれない。でもそれと基本的には同じ。で、今は僕はもう単純に、あの、例えば3分間ぐらいで踊ることが僕はソロの場合多いんですけど、3分の中で、こう自分の生活あるわけじゃないですか。ダンスやってない人たちの生活、 その結びつきっていうので、うん、例えばそれが音で表現したりとか、例えば携帯電話の音が流れたら、あ、この音聞いたことあるとかね、チャイムの音だったりとか、鳥の鳴き声だったりとか、日常にある音、プラス動きが加わるとどうなるか、というところで、もちろんお客さんにこうアテンションしてほしいっていうのもあるんですけど、例えばこの iPhone の曲を、iPhone の曲を聞いたときに、あの、今日の曲で、 ああ、なんか、あの、いつもね、金の衣装を着てるんですけど、彼が踊ってたなっていう、そこをリ,なんかリマインドされるという、させるというか、そういったところで、えっと、ダンスやってない人たちが、その曲だったり、動きだったり、衣装だったりを見たときに、ふっと彷彿とさせるような感覚を、な、になってもらいたい。だから、 まあ、単純にそれは3分間の中で楽しんでもらいたいっていうとこなんですけど、楽しませるために皆さんにある日常に自分のダンスを置き換えるというところでの、まあ、コミュニケーションですよね。ただただ鏡の前で踊るんじゃなくて、皆さんに身近にあるものに何かを加えることによって、それがまた芸術になる。それがまた表現になるというところを意識して、まあ、いつもは作っている感じですね。 本をな出されるっておっしゃってましたよね。はい、その本のプロデュース、プロモーションは、どういうふうになさってるんですか、うん、プロモーションは、まだ販売はしてないんですが、はあ、なんか前売りみたいな感じで、自分で EC サイトを立ち上げてやってます。ほ、まあまあ、ほぼほぼでできてるんですけど それで今グループ作ったりしながら、こう、皆さんと本を作っていきたいなというところで、文章内容とか写真の内容カバーとかタイトルも、ちょっとこう、皆さんでできればなっていうグループを Facebook 上で作ってます。はい。みな、皆さんというのはいや、その、僕のお友達とか、なんか、その、みんなで本を作りたいっていう感覚が、そうなんだはい、あって。ダンサーの方って、 で集まってということですかいや全然もうダンス関係なくてまあ僕の昔からの友人だったりとかあと自分とね、えー、といろいろこう活動をいつも見ていただいている方だったりとか、まあ、例えば本を出したいという方ももしかしたらいるかもしれないっていう中で、えー、ただただ僕が本を出すんじゃなくてその皆さんの意見とかも本に反映させていきたいなというふうに思ってます。 それはど,どっかの出版社から日本ですか、はい、あ日本ですね、はい。うんなるほどでは、まだそれは進行中なわけですね。進行中です、はい。うん了解です。ではい、そのプロモーションに関してのお話は今はまだあの伺える状態じゃないとということですねプロモーションというか、もうあ、いや、もうなんか前売りでは販売してるんで。 うこう、はい。だから、販売したらもうお届けしますよっていう感じなんで、あの、一応 URL はあるんで、もしよろしければ。いはい、お願いします。はい。よろしくお願いします。内容とかの少し紹介とかはあ、そうですね。す内容とかは、一応コンセプトとしては、はい、10代のバイブルというコンセプトでやってます。で、えー、どういうことかというと、 例えば僕もそうですけど今見てる皆さんにもねこう1冊や2冊こう自分の人生を変えたと言えるような本があると思うんですよ。のような形で自分にも例えば1冊や2冊そういった昔見た本例えばそれが10代あんまり僕も本を読む方じゃなかったんですけどその時でも読んだ中でこの本すごい感銘を受けたなとか今でも残ってるなっていうところの本があると。なので、 そういう方にまずなりたい。で、その内容は、例えば海外のこととかそうですし、自分の夢のこととかもそうですし、もちろんダンスのこと書いたりもするんですけど、10代の時に聞きたかった、自分が伝えて欲しかったことの内容を、何々のために必要なことという感じでですね、えー、と書いているのが50から60項目ぐらいあるような内容なので、10代のバイブルとは言ってるんですけれども、 ま、ど、どの年齢の方にもお読みいただければなという本としたいと思ってます。なるほど。面白そうですね。